ミッドデラウェアハシパイク軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は57,369人であり、2000年の46,302人から23.9%増加した。軍庁所在地はミルフォードボロであり、同軍で人口最大の町はマタモラスボロである。パイク軍は ニューヨーク市を取り囲むニューヨーク大都市圏の生誕にあるとみなされている。ニューヨーク広域都市圏に含まれるペンシルベニア州唯一の軍である。2006年時点で州内でも最も人口増加率の高い軍だった。パイク軍の名前はゼブロン・パイクにちなんで名付けられた。1814年3月26日にウェイン軍から分離して設立された。 この地域の元々の住人は、レナペ族インディアンであり、後には、デラウェア族と呼ばれた。1694年、ニューヨーク植民地総督のベンジャミン・フレッチャーが、アレントスカイラー隊を派遣し、フランスがイギリスに対抗するために同盟インディアンを集めているという噂を確認させた。1696年、フレッチャーは、ニューヨークのアルスター軍の多くの住民が、 ニューヨークとの国境に近い土地をインディアンから購入することを承認した。その子孫がパイク軍では初のヨーロッパ人開拓者になった。1725年、ニコラス・デピューイが地域初の開拓者になった。1733年、トマス・クイックが後にミルフォードとなる地域に入ってきた。1735年、アンドリュー・ディングマンが後のディングマンズ・フェリーとなる。 デラウェア川沿いの土地に入植した。これら初期の開拓者は、インディアンとうまく付き合っていた。しかし、開拓者の数が増えると、土地の争いが起こった。1737年、悪名高いウォーキングパーチェイスによって、現在のパイク軍領域の半分以上からインディアンを、追い出すことになり、暴力沙汰につながった。ローブリングのデラウェア同水路19世紀初期。 カーボンデールの街となる地域の近くで石炭が発見された。米英戦争の後でイギリスが石炭輸出を制限したために急速に拡大するニューヨーク市で燃料不足が発生していただけに、これは特に重要なことになった。ニューヨーク市まで石炭を運ぶためにカーボンデールからホーンズデールまでの重力式鉄道が提案され、またホーンズデールからハドソン川のキングストンには 運河も提案された。この運河の計画は1823年にニューヨーク州から承認された。1825年に総延長108マイルのデラウェアハドソン運河の工事が始まり、1828年には完工した。現在のキングストーン近くのハドソン川が終点となる、この運河は利益が出ることが分かった。しかし、橋家を潮田マリダムを超える。 綱引きフェリーを使ってデラウェア川を渡す必要があったために運河の通行が滞留し輸送費が大きく上がったジョン・ドー・ブリングが吊り橋と同水路で川を越えさせる提案をしたこの革新的な構造は通常なら橋脚が5本必要なところに3本だけでまかないた流氷やイカダは橋に傷をつけずに下を通過させることができたこの運河にはその後も3カ所で 吊り橋型導水路が作られた。ローブリングのデラウェア導水路は今も残っており、おそらくアメリカでは最古の吊り橋である。アメリカが州国国定歴史建造物に指定されている。この運河を通じて51年間石炭がニューヨーク市に運ばれた。しかし鉄道が開発され、運河よりも早く安く、運河が凍っている時でも運行できたので、運河の時代は終わった。 ニューヨーク &LE 鉄道が運河の代替となり、運河は1898年に放棄された。1926年、ウォレンポーパッククリーク沿い、元はウィルソンビルの村で、現在はウォレンポーパック湖に沈んでいる場所で、ペンシルベニア電力照明会社が水力発電所を建設した。2700人の労働者が2年間働いてダムを完成させ、 建設費は百二万六千米ドルに上った。このために百箇所近い土地、多くの農園、名や、家屋が壊されるか移動した。延長十七マイルの道路と通信線が移設され、墓地も移設された。九百九十年から二千年、パイク群の人口は六十五点二パーセント増加した、州内最速となり、二千年から二千四年の四年間でも十六点九パーセント。 増加したこの地域は、修税や軍税が、比較的、安く、手頃な住宅価格。さらには、週間高速道路80号線や道84号線で、ニューヨーク市の北部郊外に、すぐに行けるという利点があった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は567平方マイルであり、このうち陸地547平方マイル。 水域は20平方マイルで、水域率は3.50%である。軍の地形は東部の川沿い平野部から急速に高度が上がり、また西部ではポコの山地のうねりがある、丘陵部となっている。軍内最高地点はグリーンタウンシップにある無名丘陵の一つであり、標高は約2110フィートである。最低地点はブッシュキル川とデラウェア川の合流点であり、 標高は約340フィートである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2008年11月時点でパイク軍には45,753人の登録有権者がいた。軍政レベルでは昔から共和党が強く、州や国政レベルでも共和党を支持する傾向にある。2000年アメリカが州国大統領選挙では、 共和党のジョージ・ W ・ブッシュが軍投票総数の53%を獲得し、対する民主党のアルゴアは42%だった。2004年ではブッシュが58%、民主党のジョン・ケリーが40%と差を広げた。2008年、共和党のジョン・マケインが51%、民主党のバラク・オバマは47%だった。人口が増えるにつれて、 民主党の支持勢力が増え、民主党州知事のエドレンデルは2006年に53%の支持を集めた。2008年の選挙で州役人に当選した民主党員4人では1人だけがパイク軍を制した。軍はアメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第10選挙区に属し、2013年時点では共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では 第20選挙区に属しており、下院では第139及び第189選挙区に属している。2013年時点で上院は共和党、下院も共和党が独占している。パイク軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白、国勢調査指定地域は青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、 町である国勢調査指定地域はアメリカ合衆国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。パイク軍教育学区の区分図2011年、ポータータウンシップ住人はペンシルベニア州教育長官に請願し、そのタウンシップを イーストストラウズバーグ地域教育学区からウォレンポーパック地域教育学区に関することに成功した。イーストストラウズバーグ地域教育学区が出した意義申し立ては2012年4月にコモンウェルス裁判所で審問された。ありがとうございます。